はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、M1 グランプリ2019の覇者、ミルクボーイの駒場さんがですね、中学時代のですね、先輩からですね、SNS で殺害予告を受け、そしてですね、その男が逮捕されるということがありました。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そしてですね、このですね、殺害予告に至るまでのですね、呆れた経緯、そしてですね、この裏に潜むですね、決定的な原因とは一体何なのか、この辺に関してですね、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずですね、ミルクボーイさんといえばですね、M1 グランプリ2019年で優勝したですね、まあその年一番面白い漫才師を決めるというですね、M1 グランプリで優勝したですね、まあコンビですよね。うん。まあいわゆるですね、うちのおかんがちょっと思い出せないものがあるんだけどっていうところから始まるっていうですね、こう行ったり来たりする漫才と言いますか。うん。あのですね、面白いですよね。あのフォーマット自体がすごく面白くて、かつですね、応用性もあってめちゃくちゃ面白いですよね。なんかいろんなパターンで作れてますもんね。はい。実際問題ですね、ミルクボーイさんはブレイクした後にですね、いろんな番組に出て、その番組をテーマにしたの行ったり来たり漫才とかをね、使ったり、やったりしましたよね。うん。で、やっぱり何がすごいかって、M1 グランプリ2019で披露したのが、コーンフレークとモナカっていうネタなんですけども、その後コーンフレークがですね、店頭から消えるというですね、はい。まあ、とんでもない影響力ですよね。はい。だからあの、ミルクボーイさんの、そのコーンフレークっていうネタを見て、あ、なんかコーンフレーク食べたくなったわっていう人が全国にいっぱいいたってことですよね。はい。まさかそんなとこまで影響力あるとはって話ですよね。うん。でですね、そんなミルクボーイさんなんですけども、実はですね、殺害予告を受けていたということが分かったんですね。はい。で、ちなみに殺害予告を受けていたのは駒場さんの方なんですよ。はい。で、ちなみに駒場さんってどっちかっていうとですね、あの筋肉ムキムキの方ですね。はい。向かって左側の筋肉ムキムキの、いや、ちょっとおかんご思い出せないことがあるんだけどっていう方の人ですね。角刈りじゃない方ですね。はい。あの人が駒場さんなんですけども、なんとですね、その駒場さんに対して、まあ言ってみたらですね、殺害予告があったというわけなんですね。はい。そしてその男が、まあこの度逮捕されてですね、まあ、判決が出たということなんですよ。はい。じゃあですね、この件に関してですね、まずはニュースを読んでですね、どういったことかちょっとね、話していきたいと思います。はい。人気お笑いコンビ、ミルクボーイの、駒場さんのところに、SNS で返信しろ、殺すぞ、などと投稿したとして、強要未遂罪に問われた東京都大田区無職川本剛被告、36歳の判決公判が17日大阪地裁で開かれ、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡したということですね。はい。まあ、執行猶予がついたということですから、懲役はいかなくていいということですね。まあ、牢屋には入らなく済むということですね。はい。判決理由で、松本裁判官は、被告が会いたいというメッセージを送ったが返信がないことに憤り、裏切られたという思いを抱いたことは、極めて幼稚で自己中心的と指摘。はい。かなり強い口調で攻めてますね。極めて幼稚で自己中心的。駒場さん本人や周囲の人に危害を加える内容のメッセージを複数回に送った行為を、強烈で悪質とする一方、罪を全面的に認め反省しているとした。判決によると、今年2月下旬から4月の中旬、中学時代の剣道部の後輩である駒場さんのインスタグラムに、死ね、殺すぞといったメッセージを複数回送り、返信を強要したとしているとありますね。はい。で、ちなみになんですけども、これ具体的にはもうちょっとどんなメッセージを送っていたかというとですね、うん。そもそもなんですけど、駒場さんとこの先輩っていうのは、まあ、中学時代のね、そう、剣道部のですね、先輩後輩の仲みたいなんですけども、どうやらですね、卒業後は一切ですね、別に連絡も取ってないし、付き合いもなかったらしいんですね。はい。なかったんですよ。はい。だから、当然連絡先も知らなかったんでしょうね。はい。ただ、まあ、駒場さんがですね、まあ、M1 グランプリ2019で優勝して、まあ、一気にブレイクしましたよね。はい。そしたら、その駒場さんの SNS を経由してですね、まあ、送ってきたってわけですね。うん。だから、やっぱり電話番号は知らなかったわけなんですよ。うん。まあ、それはそうですよね。電話番号を知ってくらいの中とか、ね、連絡先知ってくらい、LINE だったりとか、そういうことを知ってるくらいの中でしたら、まあ、今まで付き合いありますもんね。うん。卒業以来何の連絡もなかったわけですからね。はい。そんなところにですね、いきなりまず連絡があったんですね。はい。で、駒場さんはですね、これまた律儀な方ですよ。なんと一回返したみたいなんですね。ちゃんと。うん。まあ、駒場さんってなんかすごく性格の良さそうな感じしますもんね。うん。てか、こう、ミルクボーイさん自体がですね、なんかすごく好感度の高い感じしますよね。芸人さんとして。うん。なんかこう、誰にでも優しいみたいなね。はい。でですね、駒場さんは律儀にきちんとですね、一回返信したんですね。うん。そしたらですね、その相手のこのね、男がですね、それに対してですね、まあ増長したのか知りませんけども、うん、それからです、先にですね、会いたいだったりとか、そういう風にどんどんエスカレートしてきたんですね。はい。ただやっぱりそこに関して駒場さんが返信をしなかったみたいなんですよ、それ以降は。うん。そしたらそれに対して、まあ言ってみたらですね、裏切られたとかね、思ったらしいんですね。うん。先輩の俺様に返信がないなんてっていうことで、かなりですね、まあブチ切れたんですよ。はい。その結果何が起きたかっていうと、先ほど言ったですね、この、殺害予告だったり、殺すぞとかね、そういったね、
文章を送るようになってしまったというわけなんですね。はい。で、さらにですね、これ立ちが悪いのが、駒場さんになりすましてですね、他の芸人さんにメッセージを送ってたということなんですね。うん。はい。自分は駒場だと言って、他の芸人さんに、まあ、どんな内容を送ってたまではね、書いてないんですけども、まあ、多分もしかしたら、駒場さんのですね、印象だったりとか、イメージとか、好感度を下げるような言葉を送っていたのかもしれないですね。はい。まあ、このように駒場さんもそうですし、駒場さん以外の周りの人までですね、巻き込んだということがですね、分かってきたんですね。はい。ちなみに、この男はですね、昨年末にですね、解雇、仕事を解雇されていて、追い詰められていたとされてるんですね。はい。っていうのがですね、ニュースの全部になります。はい。じゃあ、ここからですね、分かることを喋っていきたいんですけども、うん。まず第一にですね、こういう風にですね、いきなりですね、まあ、ブレイクしたりとか有名になると、よく聞くのが、親戚が増えるとか友達が増えるみたいな言葉ってありますよね。うん。まあ、これ何かっていうと、要は今まで全然関係性もなかったし、連絡も取ってなかったし、みたいな人が、急に、久しぶり、友達の俺だよ、覚えてるみたいな感じで、急に言ってくるみたいな、まあ、そういうパターンですよね。うん。はい。例えばこう、小学校の時同じクラスだった誰々で覚えてる俺たち友達じゃんみたいな感じで、急に来たりするわけなんですよね。はい。で、そこで、例えば今度会おうよとかね、ちょっと写真撮ってよ、写真撮って送ってよ、芸能人とね、会ったりしてんのとかね、うん、もしくはこのサイン色紙送ってとか、そういう風にですね、まあ、言ってみたらズーズーしいって言うとあれですけども、そういったことを言う人ってやっぱね、いるんですよね、有名になると。うん。で、特にですね、まあ、M1 グランプリね、2019で優勝して、ミルクボーイさんは本当にですね、まあ、言ってみたら1日で人生が変わったわけですよ。はい。あの M1の反響、まあ、視聴率もすごい良かったみたいですから、はい。まあ、本当にですね、一気にあの日ですね、ミルクボーイさんの知名度は本当全国単位、もう本当全国に轟かしたんですよ、名前を。うん。っていう風に考えると、まあ、とてつもない数、本当にとてつもない数のですね、LINE だったりとかそういうのが来たはずだと思うんですよね。うん。まあ、もちろんすでに交換している人もそうですけど、この中学の先輩ね、今回逮捕された中学の先輩みたいに、今まで全然連絡も一回も取ってないような人からもブワーって来たっていう可能性は、これ相当高いと思うんですよ。うん。で、そうなった時にですよ、そうなった時に、まあ、普通に考えてそんなの返さなくていいじゃないですか。はっきり言って、うん、ね、ちょっと嫌な言い方になっちゃうかもしれませんけど、普段から連絡を取ってるようなお世話になってる人だったらそうかもしれませんけど、今まで何の付き合いもないし、一切連絡もなかった人が、ね、もう言ってみたらね、駒場さんのことなんて関係ねえと、ほっといてたわけじゃないですか。うん。そんな駒場さんが、いざ優勝して、大金を掴んで有名になった瞬間に声かけてくるような人なんて、まあ、基本的にはですよ。基本的には僕は無視してもいいくらいだと思うんですね。うん。にもかかわらず、その駒場さんはですね、律儀に一回変身してるわけですよ。うん。ここがですね、やっぱ駒場さんの優しさがすごい出てると思うんですよね。はい。ただそれが結果としてきっと相手を増長させてしまったんでしょうね。はい。あ、これで帰ってくるってことは、やった帰ってきた、じゃあこれで会えるとか思ったんでしょうね。はい。じゃあ今度会おうよとか言って、そこでエスカレートしていってしまったってわけなんですよ。うん。ね。で、さらにそこで帰ってこなかったことによって、より怒って、まあ、さらにいろんな行動、ね、駒場さんになりすましてですね、他の芸人にメッセージを送るとか、ついには殺害予告まで行ってしまって逮捕されてしまったというわけですよね。うん。まあ、今の時代なんてこういうね SNS のですねダイレクトメッセージだったりとかそういうなんてですね、もう警察が調べたらすぐにで、ね証拠としてですね分かっちゃうんですから、もういかにですねこれがね本当に何も考えてない犯行かってことがよくわかりますよね。うん。送った後自分の送信側を消したとしても、でもっと言うと駒場さんの方の受信側のその殺すぞってメッセージを例えば駒場さんがね消したとしても結局はサーバーとかに残ってるわけですから、警察がきちんと調べたらですね絶対に出てきちゃうんですよね。うん。にもかかわらずそんな決定的なことを言っちゃうなんてねって話なんですよ。うん。で、そしてですね、やはりこの男がじゃあなぜね、なぜこんなね、この男は確か36歳でしたっけ？はい。まあ30代ですよ。30代中盤ですよ。うん。なんで30代中盤にもあって、こんなことをしてしまったのかって話ですけども、これ結局ね、先ほど言ったですね、まあニュース解説のところで最後で言いましたけど、このですね、昨年末に仕事を解雇されていた、もうここに尽きるんじゃないかって僕は思うんですよ。うん。まあつまり、まあ30中盤にしてですよ、仕事がない、要は無職っていう状態になっちゃったわけじゃないですか、解雇されて。うん。まあ言ってみたら今の世の中って本当に不況ですから、仕事を見つけるのってまあ難しいですよね。特にコロナ禍でね、どんどんですね、不況がさらにね、深刻になっていってますから、そんな中で30中盤にもなって一から仕事を探すって、まあ、はっきり言って難しいじゃないですか。うん。ほとんど無理と言っても過言ではないくらいですよね。はい。ってなった時に、どんどん多分この人は追い詰められてですね、うん。思わずこういうことしちゃったんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあ、人間何でもそうですけど、余裕がなくなるとですね、人に対して攻撃的だったりとか、批判的になったりとかしますからね。うん。よくですね、こう、有名人に対して誹謗中傷の DM ですね、ダイレクトメッセージを送ったりとか、リプを送ったりしてる人っていうのは、やっぱりですね、これよくある特徴らしいんですけど、そういった人っていうのは、例えばお金持ちの人、なんか社長さんとかがですよ、なんか、これをリツイートしてくれた人の中から、抽選で何名様に100万円あげますよ、みたいな、そういった企画をやってるものすごいお金持ちの人っているじゃないですか。うん。これですね、結構いろんな
芸人さんがおっしゃってるんですけど、自分に対してですね、いわゆる有名人に対して、そのね、DM だったりとかリップとかで、誹謗中傷を行ってくる人っていうのは、その人がどんな人なんだろうと思って、その人の Twitter とかをですね、プロフィールはどんなつぶやきをしてるのかって見てるとですね、大概ですね、そういう社長のですね、お金を配るようなツイートをですね、リツイートとかいいねしたりとかしてるパターンがめちゃくちゃ多いらしいですね。めちゃくちゃ。うん。まあ、だからそういうとこから見ても、やっぱりですね、人間ね、まあその経済的余裕だったりとかそういうのがなくなってくると、まあちょっとこう気持ちも落ち込んでいって追い詰められていって、その結果いろんなことに対してこうね、怒られてきて、まあこういうことしちゃうってことなんでしょうね。うん。まあ何せですね、駒場さんが殺されなくて本当に良かった。早く逮捕されて本当に良かったって思いますね。はい。というわけですね、今日はこの辺で、この辺で終わります。この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとコメントあったらお願いします。どうもありがとうございました。